本日のご出席の皆様より、議案に関するものも含めて、ご質問、ご発言をお受けしたいと存じます税金7兆円とか、いろいろご説明いただきましたけれども、都額トヨタ自動車が売り上げを伸ばし、そして、やると一人勝ちとかですねあの、トヨタだけが儲けてどうになるんだという声を、実は私の耳には届きます。そんな時ぜひご理解賜りたいのは この12年間の売上げの総数というのは300兆円になります。で、えー、私が常々申し上げてますように、自動車産業は非常に裾野の広い産業でございます。えー、約7割の部品が、えー、仕入れ先様への購入部品、えー、部品を購入させていただく対価としてお支払いしております。その金額の累計は230兆円になります。えー、国家予算が 一 1>, 1年100兆円ということを考えますと、相当に大きな金額がです、ね、この世の中に回っているんじゃないのかなというふうに思います、そしてまた、えー、トヨタは内部留保をたくさん抱え、配分を間違えてるんじゃないかという声も耳にいたします、そんなとき、ぜひ皆様にご理解いただきたいのは、この12年間でトヨタの連結従業員は5万人増加しております。 で5万人増やすということが、経済面でどういう影響を与えるかということでございますが、仮にですね、そのお一方お一方の世帯年収を500万円とさせていただきますと、5万 ×500 万、そして12年間かけると、2500億円のお金が家計に回っているということになると思います。また消費税増加がですね あの叫ばれている中消費税を1%上げるとですね、約2兆円の国府への貢献と言われていることから考えますと20兆円の時価総額が上がったということはいわば消費税10%に値することだというふうに思っておりますで、ちなみにこの場で申し上げるのは何ですが私及びここにいる経営人の給料は昨年に比べて 下がっております3%ほど下がっております労使交渉でも満額回答をさせていただきましたまた配当金も増額をさせていただく予定でございますそうなりますとぜひともですねあの日本にやはり日本で一番大きな会社がこれからも夢があるようなトップ像というのは一体どういうものかというのもですねぜひとも株主の皆様にも えー、正しくご理解いただき、あのぜひともです、ね、ご支援いただきたいというふうに思っております。で、あのー、私自身ですね、あのー、入社以来、えー、実はずっとですね、創業家出身ということで、ずっとマイノリティの扱いをされてまいりました、いわば非常に孤独な中で、えー、会社生活を送ってきたと思います。えー、そんな中で 私の中で次第に強く大きくなった思いというのは、対立軸からは何も生まれないということであり、もう一つは、誰かの役に立ちたい、誰かのために動きたいという思いが、社長就任後、徐々にですが、強まってきたというふうに感じております。たただ私が社長でこうして12年間続けられたのは実は実 いろんな危機があっったからだとも思っておりますリーマンショックによる赤字転落の直後、その後もリコール問題公聴会、東日本大震災など、100年に一度と言われるようなですね大きな危機に一つずつ対処してまいりました。今思えば、この危機があったからこそ、私もトヨタも今日まで生き抜くことができたんではないかなというふうに思っております。危機だからこそ 私の言葉に耳を傾け、変わろうとする仲間が増えたと思います。回答がない世界で、ただひたすら私と私の仲間たちは、トヨタはどうあるべきかというミッションを掲げ、現実と向き合い、現場とともに動き続けた12年間だったと思います。ただ、一日一日を必死で生き抜くために行動をしてきたことに対し、その間、すべてが正解、 成功だったわけではございません数え切れない失敗え間違いも多々したと思いますしかし私自身とともに仲間とともに行動してきたからこそ失敗も顕在化しそこで立ち止まり改善という行動を仲間とともに起こしてきたからこそ現在のこの景色が得てるんだというふうに思っております長年ですね、えー、本当に株主様のご支援の賜物で この景色を皆様ととにに勝ち得たいいうふうふ思いますあの株主総会直前の日にですね、1万円を超えたということは、えー、偶然ではあるかもしれませんが、何か今日この株主総会に臨むにあたって、われわれ登壇者含め、皆様と対話ができるのに、背中を押されたような気がしております。トヨタは 電動化に対してブルラインナップ全方位ということを確かに今までも言ってきておりますあの先日の決算発表の時にもです、ねまあ、そういった言葉を使って説明をさせていただいたこともございます社長のトヨタはですね最後は選んでいただくのはお客様ですということをよく我々に言われますそうやって我々は実は昔からですねお客様との関係を築いてきたのではないかなというふうに思っています なのでまあ戦略という言葉を使うとあたかもそれがあの主目的のようなあのひょっとしたらあの思いを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもトヨタという会社はお客様との関係上ずっとお客様のおまあ利便性の追求ですとか時にご要望にお答えしてきた結果我々が用意させていただく車がフルラインナップになったこれはカーボンニュートラルすなわち CO2 をなるべく排出しない車ということに関しても 一緒だと思ってますひょっとしたら、株主の皆様の中には、バッテリー V が今、非常に注目を集めておりますので、それだけが答えなんじゃないかというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、我々ずっとあのお客様の声に耳を傾けると、確かにバッテリー V がいいというお客様もいらっしゃる一方で、まだまだあのバッテリー V の今の技術では、利便性が高くないと。 いいいう,ふうにおおっしゃられるる客様がいるのも事実でございます、まあ、そういったあの過去からのですねお客様との関係上我々はやはり今までトヨタを信頼していただいているお客様を裏切るわけにもいきませんしカーボンニュートラルの時代で電動化という言葉がお客様に対して必要な技術というふうになった時にでもですねフルラインナップということでいろいろやっていくなのでバッテリー V だけではなくてまハイブリッドと言われるような従来のエンジンと 電池を組み合わせてモーターも使って走らせるような車それにちょっとだけ電池を多く積んで少しだけ充電して走れるような車それを我々プラグインハイブリッドというふうに言ってますけれどもまあそういった技術それから水素これを電気に変えて走らせる未来と言われているようなあの車それから先日レースで走らさせていただいた水素エンジンまあいろんな選択肢をですねお客様にご提供させていただいて えー、フルラインナップというふうにやらしていただくのが一番いいんではないかというふうに考えておりますこれだけの開発をしようとすると正直、えー、多大な投資がかかりますがやはりこれに関しては今新しいやり方を導入しながら我々減、えー、単位というふうに言ってますけれども開発の最小単位をですね、なるべく小さくしていくことが必要だというふうに思っておりますで、その時に重要になるのがやはりデジタル化と トヨタがやっぱり哲学として持っている TPS だというふうに思っております開発の中では大勢のエンジニアがかかりますそこにはいろんな情報の流れが存在しますその情報の流れを整理する時にこの TPS という概念が非常に役に立ちますでこの情報の流れが整理できるとどこをデジタル化すれば効率化されるのかというのが非常に分かりやすくなりますあのまあ昨年 社長トヨタ自らですね TPS を磁期系にも持ち込むこれは生産現場だけではなくて開発現場にも持ち込むということで講演もやりながらですね我々磁期系の開発メンバーにもその心をですね植えつけていただきましたでそれをうまく活用してデジタル化を合わせることで我々は開発の一つ一つを小さくすることができますでこの今デジタル化というのはですね、まあ、いわゆるコンピューターのシミュレーション技術等が非常に発達したものですから これをど上手にです、ね、掛け合わせることで、えー、何パーセントか、まあ,あまり大きな声じゃないですけども、えー、かなりの割合の減単位をです、ね、圧縮することができるようになっていますこういった形で投資一,一つ一つの減単位を小さくすることで,です、ね、あのこういったフルラインナップの電動化にも応えるということもしっかりやっていきたいというふうに思っていますのでぜひ株主の皆様にもです、ね、ご理解いただいて今後のトヨタのカーボンニュートラルに向けての選択肢を広げるという活動を To understand the history of Woven City, we actually have to go back 10 years to the great Tohoku earthquake. 20,000 people lost their lives, but it wasn't just a disaster for human life, it was also an economic disaster for the Tohoku region. Toyota and President Toyota's leadership decided that we would do something for the region. To create jobs and build a factory in Tohoku. But in order to do that, we had to make the hard decision to close the factory in Higashi Fuji. And President Toyota and executives talked to the workers and realized that not all of them could move to Tohoku or could find a new livelihood. So the concept of Woban City was born. Could we create some new value in Susono? By investing in a high technology living laboratory to revitalize the Shizuoka area. Susono City recently celebrated its 50th anniversary, and Toyota Motor East Japan grew up with Susono. And now the next generation will be able to grow up with Woven City. So we consider all of the employees as co founders of Woven City. And I would just like to comment on your question about philosophy because I think our goal is to create technology to support happy, healthy human life. It is not technology to replace people, but to help unlock human potential. And I believe Sakichi would be proud of what we are trying to develop at Woven City. And finally, although Toyota as a company, was born in Japan, it lives and grows all over the world, in regions all over the world. And I hope that Woven City, born in Japan, can contribute to the entire world, new technology to help humans everywhere. Uh, Toyota's 少しでもおおお客様のご要望にお答えすすべく日々オペレーションを行っております北米でも歴史的には1957年米国へのクラウンの輸出以来そのことを積み上げてまいりました現在アメリカでは9つの州に10の生産工場また全米の各州におよそ1500の販売店を展開しておりまして北米の一員になるんだ あるいは地域から必要とされる存在になるんだという思いとですねその地域の皆さんとお互いにありがとうが言い合える関係を続けていくことを目指して取り組んでおります米中関係今ご指摘の通り国際関係の中で大変難しい状況となっております私どもそのことはよく注視をしながらもですね 今申しし上げました、それぞれの地域で必要とされる存在、町一番の存在でありたいという思いをぶらさず、日々事業を継続していく所存であります。2018年になりますが、2018年の5月に、ですね、中国の李克強首相が日本を訪問した際、トヨタ自動車の北海道を訪問いただき、社長のトヨタと懇談をいただきました。 また、2年前の19年5月にはです、ね、中国・北京にございます聖華大学この大学はアジアでも1、二を争う理科系の非常に有名な大学でございますがここにおきまして社長の豊田が講演をさせていただきましたこの両方ともにです、ね、社長の豊田からは中国のさまざまな環境課題 ございますけども、この環境課題についてです、ね、トヨタの環境技術を使って少しでもその課題解決にお役に立てるように努力をしたいという話をさせていただきました中国につきましても現在非常に販売好調でございますがもちろんお客様そしてそれを支えていただいている販売店司令作さんの皆様のご尽力のおかげでございますが。 こうした社長の豊田の発言がですね中国のお客様そして中国の政府こういったところにですねしっかりと届いているということも言えるかというふうに思っております今後につきましてもいろんなことが起こってもですねトヨタ自動車はしっかりと中国に役に立っているとこういうふうにですねお客様 あるいは政府からもですね、行っていただけるような活動をですね、社長のトヨタのリーダーシップのもと、現地でですね、一生懸命やってまいりたいというふうに思います。またあの、こちらの現地でですね、生産している車両でございますが、8割以上がもう現地で部品を完結しております。こういった活動についてもですね、これからしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。グローバルビジョン、それからトヨタフィロソフィーはですね、やはりその トヨタの原点でございますトヨタ高梁これを大きなベースというふうにあのしておりますそういった中でトヨタ先知のですねイクンをまとめたトヨタ高梁がですねやはり私どもの原点だということでこれをきちんとつないでいこうということでえ作っております私どもモビリティカンパニーに変わっていこうということであの今社長以下やっておりますが。 あのやはりこれまでのですねやり方だけではなく、えー、いろんなパートナーの方々といろんな取り組みを進めていってる最中でございます、えー、そういった中ではですねやはり迷うこともたくさんございまして、えー、そういった中でですねじゃあ決めるときにどういうことをこ判断軸にですねしていくんだろう何を大切に考えていくんだろうとそういった観点で 改めてトヨタフィロソフィーをです、ね、あの作らさせていただきましてこれをです、ねまあ、作っただけでは浸透いたしませんので社員とともにです、ね、あの今、いろんな経験談も含めて上司が話をしたりそういったことでいろんな思いを共通化させているところでございますいずれにいたしましても社員がです、ね、同じ気持ちを向いて取り組んでいくと。 いうことにあの邁進してまい、えー、りたいというふうに思っておりますので、えー、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます、えー、ケース革命によってこれからの車は情報によって街や人々の暮らしとつながり社会シス,システムの一部となると思っておりますそんな中で私たちはモビリティカンパニーへのフルモデルチェンジに取り組み、えー、人々が笑顔で幸せに暮らせるもっといいモビリティ社会づくりに 挑戦をしております私たちはこれまで自動車会社として工業製品を作ってまいりましたそこで必要とされる人材の特性は均一性だったと思いますばらつきがあるものを誰が作業しても同じ品質で作ることが大切だからですしかしこれからはお客様のニーズも社会のニーズも多様化しモビリティにもハードとソフトの 両面で魅力的な性能が求められる。そうなってきた中で、多様な価値観や能力を持つ人材が必要となってきたというふうに感じております。この多様な人材こそが、イノベーションを生み出す原動力になるとも思っております。その先頭を走っておりますのが、トヨタグループのソフトウェア会社であります、ウーブンプラネットだと思います。ウーブンシティでは ハードやソフトを超えた街という単位で人の心をつなぎ多様なパートナーとともに人々を幸せにするモビリティ社会の実証を行ってまいります昨年まとめましたトヨタフィロソフィーでも私たちの使命を幸せの量産と定義させていただきました幸せは人によっていろんな形があると思います幸せの量産とは 決して同じものを大量生産するという意味ではございません。多様化に向き合い、多品種少量を量産に持っていく、これこそが私たちが目指している幸せの量産だと思っております。SDGs の17の目標を3マスかける6マスで見ますと、最後、右下の1つのマスが空いております。勝手な 解釈ではございますが私は18番目の目標は人々の幸せだと思っておりますそして目標の実現に本気で取り組んだものだけが18番目の世界を見ることができるという意味と解釈させていただいております多くのステークホルダーの皆様と共に幸せの量産というミッションのもと一歩一歩未来に向けた歩みを進めながら いつの日か SDGs18 番目の世界にたどり着けたらいいなというふうに思っております。